人間が作り上げた存在に生命みたいなものが宿るっていうのがなんか面白いなと思って、実際にある動物とかそういったものではなくてオリジナルの生命体っていうのを作ったりしてますね。現実には存在しない、でも確かにそこにある生命。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト水口倫太郎、幼い頃から芸術家を目指していた彼が夢を叶えるために選んだもの、それは彼の遊び道具の一つだったグルーガン。僕がちっちゃい頃から最も親しんできた素材っていうのは柔らかい樹脂だったんですよ。例えば木彫作家とかだったらちっちゃい頃から木に親しんでました。で金属工芸の作家だったら金属とかいじったりしてみたいになると思うんですけど、グルーガンって普通は接着用途にしか使われないんですけど、でもなんかこれで立体作品みたいなものを作れたら面白いよねと思って。思い出が詰まった馴染みのある素材、それを使って表現するのはあの時のままの自由さ。ちっちゃい頃から買ってきたおもちゃでなんかパーツごとになんか分解したりとか、また新しく組み直したりしてオリジナルの怪獣だったりとか、そういう架空の生命体みたいなものっていうのを作るのにハマっていたんですね。で今頃の状態で作品を作り上げることによって、なんか見てる人たちが自由な心とかっていうのを感じてくれたらなっていうふうに思ってます。純粋で自由だった気持ちを思い出してもらうためのおもちゃ、そんな作品を作りながら彼は幼かったあの日を思い出す。シルエットを曖昧にするっていうテーマがあって、例えばブロックとかいじってる子供って動物作ろうとして全然動物っぽくないもの作っちゃうことってあるじゃないですか。あれと同じことがしたいんですよね。どんどんシルエットをぼやけさせて、でも生命感を感じるフォルムっていう、そこにすごい自由な余白があると思ってて、曖昧な形の中に見てる人がどう生命感を感じるかみたいなところをちょっと注目して作ってます。固定観念にとらわれない、子供のような自由な感性で表現することで見ている人の心も自由にする。アーティスト水口倫太郎が目指す未来。自由なアーティスト像っていうのに憧れを抱いて作品を作り続けてるんですね。なんで一箇所にとどまるとかそういったものじゃなくて、もう本当に自分のやりたいように自由に作品を作って、なんか好き勝手やってんなっていうのが伝わってくれればなっていうふうに思います。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週は彫刻家額賀園子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。